ニュースをお伝えします。公明の施設に対して各国の人たちが偉大な金正日国防委員長の秘密の業績を高く称えました。ロシア連邦共産党沿海地方委員会第一書記の極東地域金日成金正日主義研究協会会長は、金正日国防委員長は数十年間党と国を正しく導いて、国の政治的軍事的威力をあらゆる面から強め、社会主義著存の国際的地位と権威を著しく高めたと述べました。パキスタン自力構成研究協会会長とブラジル戦軍政治研究センター副所長は、鉄の意志と比類のない胆力で世界の平和と安全を守ったのは金正日国防委員長ならではの世界史に輝く功績だと称えました。土思想研究ウガンダ全国委員会委員長とパンアフリカ運動ウガンダ全国執行委員会委員長、ロシア連邦共産党サハリン州支部委員会第一書記は、指導者の思想と偉業を立派に継承し完成していく敬愛する金正恩総書記がいて、金正日国防委員長の革命的業績は不滅であろうと述べました。偉大な金正日国防委員長の生誕81周年に際して、大中国朝鮮人団体が記念行事を催しました。吉林幾分中学校の偉大な金正恩主席の銅像と、中国駐在朝鮮大使館と新疆の朝鮮代表部にある太陽のように明るく微笑む金日成主席と金正日国防委員長の写真と、主席と国防委員長を描いた作品に、大中国朝鮮人総連合会と大中国朝鮮人女性協会、大中国朝鮮実業家連合会、大中国朝鮮人青年協会、大中国朝鮮人総連合会中南地区協会、吉林地区協会吉林市支部、遼寧地区協会丹東市支部、そして中国に住む抗日革命闘争にゆかりのあるファンペクハさんの家族、吉林地区協会元副会長のフン・ヨンスンさんの家族が花冠を捧げ敬意を表しました。大中国朝鮮人総連合会の記念の集いが総連合会の会議室で行われました。集いに次いで公明墓施設記念芸術公演がありました。大中国朝鮮人総連合会と参加組織では、記録委員が不正室の愛国者金正日将軍第6部我が党を百戦百勝の革命的党にを主張しました。一方、中国担当で大中国朝鮮人総連合会主催の記念講演会が行われました。敬愛する金正恩総書記が100歳の誕生日を迎えた江南道雲仙市総本堂第11居住人民館に住むキム・ドクスンさんに恩情こもる贈り物を贈りました。朝鮮労働党中央委員会第1期第6回総会の決定にのっとり、金属工業部門で成果を収めています。キムチェク製鉄連合企業所では、技術革新に励んで工程間の噛み合わせに漏れがないようにするとともに、炉の新しい操作方法を積極的に受け入れて鋼片の産量を増やし、質も改善しています。チュンリマ製鋼連合企業所でも鉄鋼材の産量を増やし、質を改善する上での技術的困難の解決に取り組んで進展をもたらしています。日本鉱山連合企業所の露天分鉱山では、自らの技術陣も固めて回転式ボーリング機械の稼働率を一層高められる見通しをつけました。ウンリュル、チェリョンの各鉱山でも集団的技術革新運動を力強く展開し、生産活性化の土台を固めています。平壌市で美しい園芸景観づくりに励んでいます。首都の風地に彩りを添える園芸設計が作成され、年始めから実行段階に入りました。各区域の園芸事業所の人たちは、限られた樹種に適応していた様々な剪定の方法を、街路樹や孤立した木々にも適用し、数年間で道路の周辺に欅をたくさん植える計画を立て、推進しています。
市内のフラワー事業所で低温の好む各品種の草花が生産されている中、バラエティに富んだ花台でまちまちをユニークに飾る取り組みが行われています。祖先労働等の熱い人民愛の中、現代的な野菜ハウスに立派に建てられたリョンポハウス農場が人民生活の向上で大役を果たしています。ハウス農場の人たちは経営管理及び統合生産システムを完備し、ハウスでの野菜の栽培に栄養管理、環境管理など進んだ栄養科学技術を取り入れて、美味しく栄養価の高い野菜を多く生産しています。以上でこの時間のニュースを終わります。菅総理がお伝えしました。こちらは祖孫の声放送です。尊い精神的富、祖孫には代々しっかり引き継がれる精神的富があります。それは建国の父である偉大なキム・イルソン主席の指導のもとに、北東山を中心に展開された抗日武装闘争の時に築かれた北東の革命伝統です。北東山地区には今日の戦場がありしの姿そのままに保存されている革命戦跡地が作られ、新しい世代に北東の革命伝統を植え付けています。1908年、2019年11月末から12月の初めにかけて、敬愛する金正恩総書記は少女雪を踏み分け、北東山地区の革命戦跡地を訪れました。抗日の戦場に足を運んだ総書記は、新しい世代に北東の革命伝統は祖孫革命の唯一無二の伝統であることをしっかり認めさせるべきだとし、革命伝統教育を一層強めるのは目下祖孫革命の戦略的課題だと強調しました。そして今、祖孫革命の主力をなす新しい世代を思想と精神、闘争気風の面で抗日革命家の高さに至らしめるのが、革命の皇族体を育てる上で労働党が一貫して堅持している重要な目標だと言いました。昨年4月25日、抗日革命闘士の遺骸が安置されている手孫山革命立志寮を訪れた時も、総書記は北東の革命伝統について教え諭しました。総書記は、北東の革命伝統は我が党と革命の強い根元で、歳月が流れ世代が変わっても祖孫人民が胸に刻んで生きるべき気高い精神で、いかなる金銀宝玉とも絶対取り替えてはならない最も貴重な富だと熱く言いました。革命の第一世代によって築かれた北東の革命伝統は、歳月が流れ世代が変わっても絶対変わりはしない尊い精神的富、まさにこれが金正恩総書記の意思です。尊い精神的富、高台してお話ししました。才能のあるデザイナー、衣装文化への社会的関心が高まる中、市内の洋服店で時代感覚にマッチしたさまざまな服の制作に乗り出しています。純区域総合洋服店のチュンリマ通り洋服店では、明るい色の生地を使った新しいデザインの服を出していますが、人気上々です。多くの人に好まれるエレガントな服の生みの親は、店のチーフのチョウギョンゲさんです。働きながら学ぶ教育システムに加わって、チャンチョルグ平安商業大学を出たチョさんは、新しいデザインの創作に挑み続けてきました。アパレルの専門書に読みふけり、衣装に時代の感覚を生かし、人々の情緒を取り入れるため、スイッチ体験も怠らず、見聞を広める過程に、自分流の特色のあるデザイナーに成長しました。著さんのデザインの特徴は、淡く明るい色の衣装でよりはっきりしています。一
筆感のある生地の質感と色合いが醸し出す趣に工夫を凝らして、ユニークな形と飾り付けを編み出す著さんです。今人気のスタイルブック婦人服のデザインには著さんのデザインが多く載っています。著さんのデザインは上品なことで定評があり、多くの店が活用しています。著さんのお話です。女性옷전세2022年우리女性들과전문가들에게깊은요언을남겼습니다。婦人用衣服の展示会2022は、女性たちとアパレル専門家に深い余韻を残しました。明るく上品な服装への人々の思考、時代の息吹など、私が作る一着一着の服に全て取り入れようと腐心しています。美しく新しいデザインの創作に人向きな態度で臨んでいる著さんなのです。才能のあるデザイナー、交代してお話ししました。